そうですね、感覚的にはもう全然鈍ってますんで、さっき練習中にリング、クッションとか調べたりしても、なんか自分が1年前とはなんか全然感触違いますんで、お客さん入ってないのになんか妙に緊張しちゃいますね。はい、まあ、プレッシャーみたいなのが結構ありますね。まあ、これといってはないんですけど、立ち技蹴りの方じゃなくてレスリング、アマチュアレスリングの方とかちょっと興味持ったんで、はい、フケと影原とか2人ちょっと自分の後輩がデビューしたんで、まあ同期と思って試合の成績とかもまあ大体一緒ぐらいなんで、あの2人に負けないように勝ってまた一からですね、一から出直して、あの2人にとりあえず勝って、次に鈴木さんとか上の人と戦ってみたいと思いますんで。